グリーゼ1は彫刻室座の発動性で太陽系から14.2光年離れた赤色矮星である GL1、グッチョブ1とも呼ばれる小さく暗い恒星なので肉眼で見ることはできない太陽とグリーゼ1の比較グリーゼ1は天球上で設計が01に近いプラスであるため設計を基準に天体を並べた製表では先頭に記載されることがある 例えば太陽系から20%パーセク以内に存在する恒星を網羅したグリーゼ金棒構成カタログや大きな固有運動を示す星を一覧にした LHS カタログでそれぞれ GL1、LHS1 の名前が与えられている。グリーゼ1はスペクトル型 M1.5V の赤色 Y 星で半径は太陽の48%、表面温度は 3405K と考えられている。 ヒッパルコス衛星による年収しさは229ミリ秒で太陽系からグリーゼ1までの距離は4.36パーセクと計算できるが明るさが太陽の150分の一に過ぎないため比較的近傍構成にもかかわらず肉眼で観測することはできない。またフレア爆発によって不規則に明るさを変える先行性や 不均一な表面高度を持ち時点に伴って変更する流座倍型変更性に分類されているが変更の振幅は0.02等級とあまり大きくない。2009年の時点では万星や惑星の存在を示す優位な視線速度の変動は見つかっていない。グリーゼ832の惑星が発見された際には視線速度の安定した赤色外星の例として 引き合いに出されている。ありがとうございます。